はい、皆さんこんにちは。今回なんですが、僕が持ってる Apple Watch SE とガーミンのランニングウォッチ4アスリート245ミュージック、こちらを使った感想とかレビューをしたいと思います。今この2つのタイプのウォッチの購入を検討されている方に参考になれば幸いです。ちなみに4アスリート245は4アスリートシリーズの中の一つの製品であるので、だいたいこの動画で話している内容は4アスリートシリーズの製品に共通している部分があるかと思います。で、話す流れとしましてはこんな感じになっております。で、目次もあるので、こちら活用していただければと思います。はい、ではまず Apple Watch SE と4アスリート245の違いなんですが、 Apple Watch は万能型で4アスリート245は運動特化型。ざっくり分けるとこんな感じかと思います。どちらとも光学心拍計があるので、運動時の心拍数とか安静時の心拍数を計測することが可能ですが、4アスリート245の方が細かい設定とか運動した後のデータをより詳しく確認することができるのかなと思います。アプローチは運動、ワークアウトの記録を取ったりする以外にも、日常生活に役立つアプリが多々あるので、それらを使っていろいろなことができるので、日常生活で使う上でいろいろと便利です。例えばなんですけど、音声入力することができるアプリを使ってメモとかブログの下書きをしたり、あとは、料理とかしてる時にですね、タイマーやストップウォッチを使って時間を管理したり、あとスイカなどの電子マネー決済を使ってショッピングしたりといったことをですね。で、これらは Apple Watch ではなくて iPhone でもできるんですけど、今言った3つの例のこのタイマーやストップウォッチとかですね、これはさっと腕をですね、顔に近づけて、でタイマーの設定をすることができるので、実際は iPhone でもできるんだけれども、 Apple Watch があればもっと早くできるよねっていう感じですね。あとは音声入力とか Suica などの電子マネー決済とかも実際は iPhone でできるんですけど、まあ Apple Watch があったら素早くできるかなっていうところですね。はい、Apple Watch と4アスリート245両方装着して運動して心拍数確認したところ、心拍数の数値はほぼ一緒でした。2つともビッグブランドですし、光学心拍計は十分な精度があるのかなと僕的には思っています。はい、次に Apple Watch SE と4アスリート245のスペックなんですが、まずバッテリー稼働時間ですね。 Apple Watch SE は GPS を使用した屋外ワークアウトで最大6時間、で4アスリート245は、こちらの時計は長時間ですね、 GPS モードでも記録を取ることができるっていうことが売りな時計なんで、22時間と長時間運動することができます。防水性能は Apple Watch SE が耐水性能 50m、 4アスリート245は 5ATM ってなってるんですが、これはウォッチが10分間常温で 50m の静水圧シミュレーションに耐えれることを意味するって公式ホームページに記載がありました。2つともですね、 Apple Watch も4アスリート245もシャワーとかお風呂に入っても全然へっちゃらっていう防水性能なのかなと思っております。実際 Apple Watch はシャワーとか浴槽に浸かる時もつけたまま使ってます。次に GPS ですが、2つの時計とも GPS がありまして、で重量は Apple Watch SE は2つのタイプがあります。 40mm と 44mm ですね。大きさが違うんですが、 40mm は 30.5g、 44mm は 36.5g となっておりまして、 4アスリート245は 38.5g です。次に電子マネー決済なんですが、 Apple Watch SE は電子マネー決済とか使えます。で、4アスリート245は使えないんですが、他のですねシリーズには電子マネー決済可能なモデルもあります。で、具体的に言えば245の上の、645ってあったかな、645、745、945とかが、使えると思います。金額的にもこの4アスリート245以上のものであれば、大抵は電子マネー決済が4アスリートシリーズであればついてるっていうイメージですね。次に光学心拍計ですが、 Apple Watch SE と4アスリート245もちろんついてます。はい、というわけで簡単な比較表ですが、 Apple Watch SE と4アスリート245に似てるところは、光学心拍計があって GPS があって、防水性も雨天時とかシャワーとか気にする必要がなくつけることができるというところですかね。で、バッテリー性能は後ほどお話ししますが、 GPS を使った運動をすると Apple Watch SE の稼働時間だと電池持ちがそこまで良くないので、長時間の運動をしてしまうと Apple Watch の充電が1日持たなくなりそうです。で、その点4アスリート245の GPS バッテリー稼働は20時間以上あって、よほど長時間の運動をしなければ、充電の心配は必要なさそうです。Apple Watch を使った感想なんですが、 Apple Watch SE を購入したのは最近です。Apple Watch シリーズ7が発表される1ヶ月前ぐらいに購入しました。で、それほど使っていない、使いこなせていないんですけど、便利だと思ったのは、 Suica などの電子マネー決済と、あと運動中に
アプローチ単体で音楽を聴けることです。あとは最近運動しているので安静時心拍数がアプローチだと気軽に確認できるので便利ですね。でこの安静時心拍数が低くなるとどうなるかと言いますと、1回の拍動で血液をより多く送り出すことができるようになるので、少ない拍動でも全身に十分な酸素を運ぶことが可能になるため、以前より安静時心拍数が下がった場合は有酸素運動の能力が上がったことになると自分は解釈しております。またアスリートの方はこの数値が一般の方よりも低いようです。で僕の例だと、以前は安静時心拍数が60とかだったのが、まあ、いい感じに運動してきて55とか50とかにちょっとなりつつあります。スマホを携帯せずに音楽が聴けるっていうことなんですが、僕の持っているフォアスリート245、これ正式名称がフォアスリート245ミュージックという名前で、音楽を聴くことができる機能がついています。ただ操作や設定が自分が使った限り複雑で、結局その機能は使わずにランニング時とかには iPhone を携帯して聴いておりました。その点 Apple Watch はイヤホンとの接続性とか、あと Apple Watch での音楽の切り替えなどとても快適に行えますし、あとはスマホを持ち歩かずに、Apple Watch単体で運動時に音楽を楽しむことができます。で特に激しい運動するときは割と音楽がモチベーションを上げてくれるので、この機能はとても重宝しております。ただ Apple Watch単体で音楽を聴くにはですね、個人的には Apple Music 加入が一番いいのではないかなって思います。今のところ Apple Watch 単体で音楽を聴くことができるアプリケーションっていうのがこの Apple の Music ぐらいしかないのかな。他にもアプリあるんですけど、実際それは iPhone で起動してるアプリの操作を Apple Watch 上でできるよっていうことなんで、例えば僕が加入している YouTube Music ですね、これお金払ってこのサービス使ってるんですけど、 Apple Watch でもこのYouTube Music っていうのが使うことができるんですが、実際は Apple Watch 単体では使えずに iPhone が必要です。で何ができるかというと、この iPhone で YouTube Music を起動していれば、その操作が Apple Watch ですることができるっていうことなんで、実際オフライン時とか iPhone がなければこのアプリケーションは使うことできないんですね。つまり音楽は聴けないんですね。今のところアップルのミュージックアプリが一番いいのかなと思いますし、そのミュージックアプリでもこのアップルミュージック加入していなければ自分が持っているミュージックの音楽をアップルウォッチに転送することができるんですね。ただこれもちょっと面倒で、アップルミュージックに加入していれば、まあ、オフラインとかあらかじめアップルミュージックの音楽をアップルウォッチにダウンロードしておけばオフラインで音楽を聴くことができますんで、今のところはアップアップルミュージック加入してアプローチ使うのがいいのかなと思います。ただ先日したように僕は YouTube ミュージックちょっと加入してしまってるんで、アップルミュージックだとプラスさらに908円とか払わなければならないんで、これはちょっと痛いなと思っております。どうしようかなと思ってます。ガーミンフォアスリート245を使った感想なんですが、こちらの時計は約2年前に購入してましたが、今でもかなりヘビーに使っていて、主な用途としてはサイクリング時のサイクルコンピューター代わりに使用してます。でバッテリーの減りはですね、新品の状態からかなり減ったと思いますが、それでも12時間以上の GPS を使ったサイクリングであれば使用しても余裕で全然使えます。で今度時間があるときに新品時のバッテリーからどのくらい減ったか、ちょっと自転車とか乗って確認してみたいなと思っております。でこのフォアスリートシリーズのとてもいいところは、インターバルトレーニングなどワークアウトを自作することができるんですよね。でこの写真がですね、まず10分ウォーミングアップして、あとは3分間この心拍ゾーン4って書いてるんですが、まあ、このくらいの心拍数になるまで3分間、これはサイクリングなんでちょっとペダリングして、回復っていうのは2分間ちょっと休憩とか、ゆったりペダリングこぐっていう感じですね、っていうのを5回繰り返す感じです。でこれが終わったらクールダウン、5分間ということで、緩めのペダリングして終わりっていうインターバルトレーニング、これ自作したものです。でこの心拍数ゾーンっていうのも、あらかじめ自分の最大心拍数を計測して、でこのアプリケーションにその情報を入力して、でこのインターバルのトレーニングを自作の時に、この3分間ペダリングする時は心拍数ゾーンの4、4っていうのは結構強めの運動なんですが、この設定で運動しようねっていうふうに選択することができます。
あとはこのインターバルトレーニングの開始時終了時には4アスリート245側でバイブとかと音で開始終了を知らせるように設定することもできて、僕はバイブと音で知らせるようにしています。こうすることによってイヤホンで音楽を大音量でかけて運動していても、いつ運動をスタートストップしたらよいのか簡単に把握できてとても便利です。僕がですね主にしているインターバルトレーニングはですね、まずタバタですね。これ20秒間全力で運動をして10秒間の休息っていうのを8セット行う運動のことです。で、縄跳び、これはまあ縄跳びですね。3分間縄跳びして休憩30秒から1分くらいっていうセットをできる限りのセット回数をこなすっていうことをしてます。あとはサッカーのドリブルですね。まあ公園とかでボールがあれば3分間コーンとかでドリブルのコースを作って、それで3分間、まあ、ある程度の強度で運動して、で休憩30秒から1分ぐらいっていうのもこれできる限りのセットをします。まあこれはセット回数はその時の気分で切りやめますが、で次に固定ローラー使ったロードバイクのトレーニングっていうのは先ほど説明したトレーニングの内容です。まあ主に3分間最大心拍数の 80% をこぎ続けて2分間緩めのペダリングっていうのを3セットから5セット繰り返すっていうトレーニングになります。4アスリート245っていうのはランニングウォッチなんですけど、僕はサイクリングメインで使用しています。でサイクルコンピューターはガチめにライドしに行くとき以外はそれほど僕は必要ではなくて、4アスリート245を装着しておけば手軽に記録を取ることができるので、まあ、その点すごい便利ですね。サイクルコンピューターが紛失とか盗難されるリスクも減りますしね。次に自転車のパーツの使用距離が把握できて便利っていうことなんですが、ちょっとしたサイクリング時にサイクルコンピューターつけてなければ、まあ、仮に自宅から街に出かける時など、まあ、往復で30キロ以上走ることになって、でその場合だと走った距離とかサイクルコンピューターがなければ記録取ることができないんですよね。ただ4アスリート245、まあ、こちらのウォッチ身につけてれば気軽に記録取ることできますし、あとガーミンのウォッチとかサイクルコンピューターの場合は登録さえしておけば自転車のパーツごとに使用した距離が分かるようになります。でこの機能がとても便利なんですよね。例えば僕のロードバイクのこのインナーワイヤーっていうギアを変えるためのワイヤーなんですが、これがだいたい1500から2000キロくらいで切れます。で仮にライド中に切れてしまった場合はなかなかその場所で交換するのっていうのは難しいんですけど、切れそうになる距離が把握できていると前もって交換することができます。で写真のようにですねパーツですね、これ登録しているのがブレーキのパッドとディスクローターかな、あとリアのインナー、まあ、これはインナーですね、インナーケーブルで、スプロケットはあのギザギザがついている自転車の刃ですね、まあ、スプロケットって言います。あとはタイヤとか、記録することができます。なんでこの機能を使えば、あとどのぐらいでこの自転車の部品が、交換必要かっていうことが分かるので、これはすごい僕は重宝しております。でこの例で言うとタイヤがですね、マイタイヤも5000キロ以上乗っております。通常一般的にはロードバイクのタイヤっていうのは、まあ、種類にもよりますが3000から4000キロかと思うので、まあ、この5000キロっていうのはもうおそらく変えなければならない感じですよね、まあ、このように分かってとても便利です。次にバッテリー性能なんですが、4アスリート245は GPS を使って運動してもほぼ1日問題なく使用可能です。でその点アップルウォッチでワークアウトするとバッテリーの消費が激しいんですけれども、自宅以外で例えばジムに行って運動する以外などは家で充電することができるでしょうし、それほど気にする必要はないのかなと思います。ただ4アスリート245に関しては運動の記録を取るだけに特化されているだけであって、バッテリーがかなり持ちます。あとはこのウォッチ自体が長時間バッテリー持ちますよという機能に特化したウォッチだったっていうこともあるんですけど、ちょっと調べてみたら最近発売されたおそらく4アスリート245の下位モデルである4アスリート55っていうのがあるんですが、
これも GPS 稼働時間が20時間とかなりですね、長く持ちます。はい、今からちょっとランニングしてみたいと思います。で、 Apple Watch のバッテリーの残量が 96% あるんですが、これで音楽を聴きながらだいたい30分か40分ぐらいのランニングするんですが、それでどのぐらいバッテリー減るか試してみたいと思います。はい、今ランニングから帰ってきました。27分ぐらい走って合計 5.3 キロぐらいですね。で、バッテリーがですね、はい、86%、 確かさっき97か96だったんで、まあ、10% ぐらいですね、30分のランで減ったことになります。まあ、思ったより減ってないですね。これだったら別にね、まあ、2時間ぐらいの運動でもそれほど減ら、2時間だったら 40% か、まあ、自宅付近にいればね、それほど充電とか気にする必要はないと思いますけどね。外出先でガッツしやるとちょっとバッテリーが減るかなっていう印象があります。で、この写真はですね、以前に200キロぐらいのライドに行った記録ですね。東京から千葉県の鹿野山というところのライドに行った時の記録です。で、これがですね、往復200キロ以上あって、で、フォアスリート245かなりヘビーに使っていたため、途中でバッテリーがなくなって記録を取ることができなくなりましたが、こんな感じのロングライドに行かない限りは1日余裕で使用可能なのかなと思います。で、サイクリングくらいしか、まあ、10時間以上も運動するっていうのはないかと思うんですよね。あとはウルトラマラソンとかしない限りは。なんで、通常使いであればバッテリーの心配をすることはほぼないのかなと思います。はい、というわけで結果的に Apple Watch SE と4アスリート245というランニングウォッチ2つを保有することになりましたが、まあ、両方使ってみてどちらも良いなと思いました。特に僕の場合は比較的長い運動をするサイクリングを趣味としているので、そこでは4アスリート245が活躍して、普段使いとかランニング時には Apple Watch を使用するといった風に2つのウォッチが活躍しています。とりあえずどちらか一つ選ばなきゃダメで、運動メインでしたいという方であれば、僕は4アスリートシリーズをおすすめするかなと思います。で、いくつか理由はありますが、例を挙げるとバッテリーの充電が1日中必要ないっていうのと、運動時運動後の確認できるデータが豊富で、インターバルトレーニングをカスタマイズできるなどなどですかね。まあ、ただ音楽好きな僕にとっては、簡単に音楽を聴きながら運動できるアプローチもとても魅力的です。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。